おやおやうるせえおやだるえだるえああ昨日サーフマンマジめんどくせえからサボってやったわうん俺休んでる時に転校生来たのマジここどんなやつなんだよマジいじめてやろうかなマジムカつくわでかいやつ変なやつなんだよそれよマジいじめてやろうマジムカつくわどんなやつなんだよあ来た来たあいつかマジでっけええじゃあ大事そうに本持ってるもんまだパートナー見つかってない魔物やこれ絶対魔物やめちゃめちゃキョロキョロしてるもんいや人間のふりした魔物や魔物やおいなんだ転校生やめろ転校生ああそうだ転校生よう針山って言います転校生、おい目見ろよ。ああ、よろしく頼む。人間に怯えてる魔物や。まだパートナー見つかってない魔物や。人間に怯えてるもん。転校生、俺さ、この学校の番長なの。ああ、そうか。よろしく頼む。あのさ、俺めちゃめちゃ強いからさ、ちょっと見てくんね。一発さ、転校生とか来たらさ、俺締めるようにしてんだ。なんだ閉めるっておい転校生なんだおい転校生おい転校生やめろおい転校生おい転やめろおい転校生え痛い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 痛絶対魔物や転校生お名前はなんだ転校生お名前はバリチュアバリチュアああバリチュアバリチュア絶対魔物やバリチュアカタカナでバリチュア他に何があるんだ絶対魔物や絶対魔物やバリチュアは絶対魔物やどこの国でもないもんもう魔界の名前やもんバリチュアって転校生何大事なもん持ってんのやめろ転校生やめろ転校生バリチュアなんだバリチュア何それああ大事なものだ大事なものああそう大事なものやったらさ、俺一回没収するようにしてんのよ没収させてもらうようにしてんのよやめろちょっと見してバリチュアバリチュアいっといっといっといっくっそ仲間にして仲間にしてこいつむちゃむちゃ強いやん俺多分腕いってるもんこれバリチュアなんだ俺さ俺すげえさ来月さ、決闘あるんよ、じゃあついてきてくんない嫌だ、争い事は好きではないなんで魔物ねえ、戦ったら絶対強いから魔物うわ、名魔物やこいつ死んから俺を見つめてない感じする俺のもっと奥を見つめてる感じする貴様は変なことに気づいたんじゃないだろうな。あの本あったら俺強くなれそう。あ、いって。絶対本欲しい。絶対本欲しい。絶対本欲しい。バリちゃん。
なんだ。ちょっとだけさ、本見せてくれ。嫌だ。お願い。こんにちは。勉強したいんだ、俺。嫌だ。お願い。バリちゃん。なんだ、もしかしてだけど。前も好きなのか。お、俺も戦い事とか大好き。戦い事？俺も好き。まあ、ある意味戦い事か。戦い事？バリちゃん、本見してもらっていい？好きなんだもんな。セクシー女優、マモヤマユリネのいやらしい本だ。マモヤマユリエのやマモユリはすごいぞ。エロこれなんてほら、もっとすごいぞ。本じゃないのこれ。はい。えいつまで見てるんだよ、スケベ。いやいやいや、魔本じゃない。魔本やん。うん、マモヤマユリネの本、魔本だな。魔本だな。魔本、はい、魔界の文字ぎっしりじゃないの。いやいや、いやらしいよ。あれがぎっしりだった。いやらしい、あれがぎっしり。見ただろ、お前だって。魔物じゃないの。何の話だ。バリッチは魔物じゃないの。魔物？絶対魔物やって、バリッチは。どういうことだ。バリッチは絶対魔物なんだ、君。ちょっと近づいて。ザキュー！レイス！そういうプレイか。違う。魔物ユリがやってたプレイか。魔物なんよ。魔物なんよ。ちょっと、バリッチは申し訳ないが、俺はいやらしいこと以外はあんまり詳しくない。なんだ、魔物ペレみたいな。いや違う、バリチュアは本の持ち主を探してるでしょ。いや、これの持ち主は俺の親父だな。あ、親父さんがパートナーみたいなこと。うん、俺の親父は俺よりもスケベだ。はい。うちの家で唯一全部揃ってる漫画はバレーボーイズだからな。エロいんや。うん、違う。バリッチュアって名前は何？魔物やろ。おう、本名だな。本名バリッチュア。人間？田中バリッチュア幸男だ。田中バリッチュア幸男。人間？帰国子女みたいなこと。人間？いや、うちの親父がブラジル人だからな。バリッチュア入ってくんの？ああ、真逆なんや。日本と真逆なんや。だからバリッチュア来るんや。なんだよ、仲良くなれそうだ。違うって、バリッチュア、お前魔物や、人間なん。当たり前だろ。力の強さなんなん。ポテンシャルだ。ポテンシャル。いい加減。いや、痛い。こんなうるさいやつはこうして、うわぁ、いやバリッチュア強い。いや、争うこととか好きじゃないって言ってたのは、ほら、魔物やからやろ。いや、単純に好きじゃない。あ、そうなの。バリちゃん、そのさ、これない？ん？ああ、ほくろだ。ほくろ？バリちゃん、これほくろ？そうだ。なっか？確かに長いか。バリちゃん、ほくろなっか？あんまり言うな、コンプレックス。これバリちゃん、ほくろなん？ああ、そうだ。バリッチはその格好のこの方あかんで。はあ、お前魔物やと思われるから。そうだ、今日は魔物寄りのセクシーな握手会があるんだったな。よし、それにでも行くとするか。どうだ、お前もよかったら行くか。俺は大丈夫。なんでだ、魔物寄り好きなんだろ。魔物寄り、今もいいなと思ったけど。いいなと思ったから。よし、じゃあ行こうじゃないか。簡単に案内するよ。こっから秋葉原だから、ちょっと待ってな。いって、これで、いって、これぐらい飛ばせば、うわ、よし、秋葉原で。